太鼓なんです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、いよいよ特殊能力持ちのバスコダガマ、こちらゲットします。なんとかねクリア回数23回まで行きました。そしていよいよクリスタルの場のレベル6、7、ここにね突入していくわけになるんですけども、全体的にね技レベルが低いんで、ちょっとどこまで通用するのか、漢方いくつ使うのか、ちょっとねそのあたり見ていきたいなと思います。交換できる漢方はね全て交換しておきたいなと思います。まあご褒美でゲットしたのと合わせて今15個ゲットすることができました。そして今ねクリアレベルなんですけども、異次元の間がレベル7、そしてご褒美の間がレベル7、クリスタルの間がレベル5ということで、いよいよクリスタルの間レベル6、7を残すのみとなりました。7までいけばクリスタルネタバレリーナがねゲットすることができます。さあフレンドからねたくさん報酬いただきました。報酬というのかな、お礼をいただきました。これは嬉しいよね。結構ねこれでね漢方とかゲートボール集まるんですよ。ワイポイントもたまるしね。1日でこんだけゲットできるっていうのもすごいよね。さあ気まぐれゲートが開きました。さあ何が来るのか。来いクリスタル。おっとご褒美の間レベル7です。まあでもこれは嬉しいよね。まあこれはねボーナスステージみたいなもんなんで、まあほぼほぼね、ほぼほぼというか HP も減らずにいけます。使う妖怪はこちらバスコダガマ使っていきます。今技レベル3まで上げました。そしてロゼッタストーン技レベル4ですね。そして不死身御前回復です。そしてヤマタン、久々のヤマタン、今ね技レベル5なんですよね。こんなパーティーで行きます。まあご褒美の間であれば、まあレベル7であってもまあこのパーティーで十分いけます。まあ回復しながらで HP はねあのフルに 100% を振り切るぐらいなんで、まあ途中でフレンドに HP を送りながらそれでもねまあ 100% でクリアすることができます。まあ、うまくねこの回復系の妖怪のレベルが結構高くないと辛いかなっていうね、もしくはこのバスコダガマのねレベルをもう少し上げるのもいいかもしれない。ちょっとねそこがね今検討中ですね。バスコダガマ、そしてロゼッタストーン、この特殊能力持ちの2体ね、これが今回の魔の攻略の鍵となってきます。まあどうなんでしょうね、もしくはまあこれから追加されるかもしれない、あの妖怪がね SS ランクの面影追加される可能性があるんで、まあ、それを待つというのも手かもしれない。さあ297ワイマネー、これアゲアゲハもう少しレベル上げた方がいいのか。121ポイント、ワイポイントはね結構順調に溜まっています。さあご褒美の間クリアです。報酬はお結構 Y ポイント Y マネーもらえます。そしてお助けもありで 100% でクリア。さあ次はおー来たぜクリスタルの間レベル6。まだこの後にレベル7があるんで、言ってもねレベル6でも相当難しいはずです。かなりね強敵揃いやばいです、レベル6でもね。ということでもうベストパーティー、多分ね僕の持っている妖怪の中ではこれがねベストパーティーじゃないかと思います。まあ回復のね強いやつ2体、そして特殊能力2体、そしてヤマタン、これ以上はちょっとないかなっていうね感じします。ちょっとね今いろいろ探ってますけども、強えな3体から攻撃がもう回復追っつかないね、これこらえられない、回復より攻撃の方が早い。3体いる敵が全て3カウントごとにこの300ぐらいの攻撃仕掛けてくる、やべえなこれ。さあなんとかねフィーバータイムまで逃げ込みました。ここでちょっと回復して
どうなんだろうね、ちょっとね、回復重視で、まあ回復しながら HP 減らさずに行こうと思ったんですけど、ちょっとこの感じだと、どうだろう。まあ若干盛り返してきたけど、でもやられる方が早いな。まあでも敵が1体になってこればいけるかな。あのゼッタストーン、さあやっと1体になりました。これでちょっと若干回復がいけるか。まあできれば元の HP ぐらいまでは戻したい。ヤマタン、これで膨らませーの。ヤマタンもね、ちょっとまだ技レベルがねあまり高くないので、なかなか膨らみ加減がね微妙です。ちょっとこれは倒してしまわずに回復したいけど、微妙だな。これちょっともたもたしているよりは早めに倒した方がいいのか。若干 HP 盛り返してきましたけども、厳しいな。お倒してしまおう。やべえ、だいぶ HP 持ってかれたぞ。作戦失敗か。マジか。454Y まで。やべえな、これ長期戦に持ち込むよりはさっさと攻撃力重視でいった方がいいのか、ちょっとまだ分かんない。もう少し様子見ましょう。あ、あざす。フレンドのねお助けもありなんで、今こんなパーティーなんですけども、どうなんだろう、椿姫とか入れた方がいいのか。攻撃プラス回復、いやーどうだろう。でも特殊能力持ち2体はあった方が多分いいよね。この2体はねつば抜けて強いんで、もしくはダメージカットとかで入れた方がいいのかな。とにかく攻撃が半端ねえな。フィーバータイムに逃げ込んでて、逃げ込む余裕がね。さあこれで1体倒しいの。さあ敵が1体になれば若干ね余裕が出てきます。回復です。あとはヤマタンでうまく膨らめて、なんとか持ち返せれば。さあヤマタン、さあ膨らんだ、いい感じ。そして回復。さあもう少し回復させたい。これ倒しちゃうよりは、さあアゲアゲハ大活躍。さあフィーバータイム逃げ込んだ。さあ回復、おお若干持ち直してきた。そしてヤマタンで膨らめーの。やっぱヤマタンはいるな、ヤマタンいるな。ヤマタンもちょっともう少し技レベル上げたいね。そして回復、あー持ち直した。さあこれ倒してしまいましょう。多いでしょう。さあフィニッシュ。若干ね HP 持ち返しました。まあうまくやればなんか HP 回復しながらでもいけるのかな。まずは3体いる場合はね、とにかく2体は先に倒してしまって1体にしておいて、まあ、HP 稼ぐ。さあお助けのおかげでだいぶね HP 持ち返しました。おうプラチナ核。さあここは1体して、おっと1体だけどなんか3カウントごとに320か。隠しステージ並みだぞ。さあヤマタンで膨らめーの。ちょっとこれはすぐ倒しちゃった方がいいのか。回復量追っつかないよね。466であっちは320なんで、これはちょっとつらいぞ。さあヤマタンで膨らめーの。ロゼッタストーンが倒せということか。ロゼッタストーン打ちましょう。さあちょっと回復して、あっと強えな、立ち長く強えな。あーやられた。マジか、ボス並みだぞ。漢方使いましょう。回復します。まあ、幸いね手持ち漢方がちょっとたくさんあるんで。
さあもうあと一息、速攻でいきます。さあ一発何か打ち込めば多分いけるでしょう。320か。さあフィニッシュ。さあ倒しました。やべえなこれ。ちょっとメンバー変えましょうか。青龍、シャドウ、これ HP が多いんで、まあ、攻撃力アップなんですけども、そしてでも攻撃力アップ無効だよね。あんまり意味ないかな。まあ何か HP 要因入れるか。バタン球はね HP が最大なんで入れておきました。そして、まあ、死んでも生き返る、まあ、生き返るって言ってもね、まあ、多分瞬殺になってしまうとは思うんですけども、やべえな強え。この攻撃半端ねえな。回復します。バケルトン、もう3体出てきて3体とも結構強いんですよね。なるべく早めにバスコダガマもしくはロゼッタストーンを打っていく。それでも一撃で倒せないっていうね、何なんだ全然HP が減ってねえもんね敵の。さあダメージカットしつつロゼッタストーン、これでやっぱダメージカットがいい感じだね。バタクキュー、まあ、技レベル低くてもダメージカット入れつついくか。青龍の攻撃力アップはすぐにキャンセルされると。そしてヤマタン膨らめーの。さあバスコダガマ、そしてダメージカットしつつリバタイム入りました。さあロゼッタストーンもしくはバスコダガマ打ちたい。ヤマタンで膨らめーの。さあロゼッタストーン、さあこれで来ました。さあクリアです。さあいよいよボスです。攻撃力アップ無効。ここで漢方を使います。ここで 100% 回復して HP172% でスタート。さあ行きましょう。どうなんだろう、これ何発打ち込めばいけるのか。攻撃が3カウントごとにすげえな、まあ、今ね HP170 なんで振り切ってますけども相当やられています。375。さあひたすら技ゲージ貯めます。さあフィーバータイム入りました。ここで連発したい。さあバタン球でダメージカット、これ反撃があるんで一応ダメージカット打っておきました。それでも効果あるのかな。あとぶっぱなしです。もうひたすら打ちます。あとはヤマタン使ってフクラメーの必殺技をね連発したいと思います。うーわあれだけ打ってもまだ3分の1か。さあもうバタン球、バタン球のダメージカットがいい感じに効いてるね。さあ打っていきます。そしてヤマタン膨らめーの。さあダメージカット、やべえ振り切っていたHP がもう今見えています。青龍は意味ねえんだよな。
さあひたすら打つけど、特殊能力持ってしてもなかなか減らないね。さあバスコダガマ、やはりもう少し技レベル上げないと辛いか。さあバタンキュー、バタンキューをね切らさずにいきたい。さあロゼッタストーン、これも相当強力なはず。さあもうあと一発。さあバスコダガマ、あ行きました。相当強いぞこれ。初回クリアボーナス、神経験値玉ゲットです。そして36ポイント。さあクリアしました。